はい、どうもこんばんは。日本代表ジャパンです。お願いします。はい、ということで本日もやっていきたいと思いますけども、今回はですね、投票の若手の選手たち、こちら11選手が登場するということになっているんですけど、こちらの中でおすすめの選手をですね、今回は紹介していきつつ、本当におすすめなのかどうか、個人的にはこの6選手を今回は挙げさせていただきました。サンチョ、ハーラン、エンディリー、ファティ、フォファナ、ムシアラですね。で、この中で一応個人的なこう順位もつけさせていただいておりますので、ご覧いただければと思います。ということで、まず第6位はサンチョかなと思いますね。ファティかサンチョでかなり迷ったんですけど、まあこの後ね、サンチョとファティの比較もしていきたいと思いますが、得点能力のところでファティの方が個人的には分があるかなという印象ですね。サンチョに関してはドリブル能力だったりスピード瞬発、ここら辺はやはりかなり高いですね。で、得点能力88、88ということで、80代後半には乗せたということになっていますけども、まあサイドハーフもしくはウィングで使ってもパス系が高いというところはありがたい部分かなと思いますし、あとはセンターフォワードもいけるという部分が重宝してきそうな部分の一つかなと思いますね。ただまあライブアップで C 環境でコンワン後は痛い部分かなと思います。で、あとは逆足の頻度一つ上げてほしかったところですね。ただスキルがかなり有能です。で、ダブルタッチだったりコントロールカーブでワンタッチパスだったりピンポイントクロスも持っていますので、まあウィングで使ってもかなり面白い能力値、そしてスキルになっているんじゃないでしょうか。ということで第5位は今回はファティとさせていただいております。この後ですね、比較の方も見ていきたいと思いますけども、前回のファティとの比較に関しては、前回のですね、この投票の若手のね、動画ご覧いただければと思います。今回のファティに関しては基本的に3から4上がった中で、オフェンセンスがプラス7ということになりました。まあドリブル能力だったりスピード瞬発に関してはサンチョとかなり似ているんですけど、得点能力の部分がこのファティかなり高いなという印象ですね。で、ボディコントロールだったり、あとは逆足が2、3というところもありがたい部分かなと思います。で、コンワン後はね、やはりライブアップで C 環境を考えると6欲しかったところなんですが、スキルがかなり有能ですね。やはりダブルタッチだったり、あとはドロップシュートを持っていますし、スルーパスも持っています。プレイスタイルはウィングストライカーということで、まあサンチョ同様ですね、センターフォワードもいけるというところがこのファーティーもありがたい部分なのかなと思います。ということで、サンチョとファティ、そして、センターフォワードもいけるウィングストライカーで比較していきたいと思います。今回はですね、同じ、まあ、スピードドリブラーということで、マネを上げさせていただきました。サンチョ、ファティ、マネで比較すると、やはり、ファティの得点能力がかなり高いなという印象で、オフェンセンス決定力ともに90代後半に乗せているのがファティのみという形ですね。サンチョに関してはこの得点能力もう少し欲しかった印象です。ただまあ、ドリブル能力だったり、スピード瞬発に関しては、まあ、一応ね、サンチョが一番高いということになっているんですけど、まあ、ファティとマネもかなり高いので、ここら辺はね、ほぼほぼ5かなとは思いますが、ただやはりですね、サンチョだったりファティに関してはコンワンの部分が5ということですので、このマネはね、コンワン7あるというところがかなり評価できる点かなと思います。で、全選手ダブルタッチ持っていますし、サンチョに関してはワンタッチパスで、ファティに関してはスルーパスで、マネに関してはワンタッチシュート持っていますので、この、センターフォワードで使った際にこのワンシュー持ってるというところがマネかなりありがたい部分なのかなという印象ですね。ただまあ、他の2選手に関してもダブルタッチだったりワンパス、スルーパス、個人的にはこのウィングよりかはセンターフォワードで使うのはファティはおすすめなのかなという印象ですね。ということで、続きまして第4位はですね、今回エンディリーとさせていただきました。エンディリーに関してはまあ基本的に3から4上がった中で、ボールダッシュがプラス5で完走ということになりますね。まあディフェンス系の能力値、スピード瞬発、パス系でジャンプもかなり高いですね。で、逆足33でコンワン6というところは、このライブアップで C 環境を考えるとかなりありがたい部分かなと思います。で、スキル面に見た時にアンカーなんですが、ミルドだったりライジング持っていますし、ワンパスルーパス持ちというところがかなりありがたい部分ですね。で、ディフェンス系のスキルでマンマクだったりインターセプトも持っています。ということで、今回はですね、同じアンカーの選手で比較していきたいと思います。ラロハナショナルセレクションで入れているロドリ、そしてアイコニックのジューベルトシューバと比較していきたいと思いますが、能力値で見るとラオドリやはりかなり強いですね。ディフェンス系の能力値全て90代後半に乗せています。で、スピードに関してはですね、まあエンディティがかなり高いということになっていますが、まあロドリと比べるとここはほぼほぼ誤差でしょう。ただジューベルトシューバと比べるとスピード瞬発はかなりエンディティだったりロドリの方が高いという結果になりました。で、エンディリーとロドリに関してはワンパスルーパス持ってるのはかなりありがたい部分ですね。ジーブレードシューバーに関してはワンパのみということになりますので、このパス系のスキルがですね、スルーパス持ってるのはこの左の2選手のありがたい部分かなと思いますが、もちろんライブアップで B 固定というところがこのジーブレードシューバーの長所の一つかなと思いますね。ただ個人的にはこの3選手で誰使うのってなった時にロドリの方が一番いいかなと思いますので、ロドリを持っている方は今回のエンディリーを無理に狙いに行く必要はない
かなと。続きましてセンターバックフォファナですね。フォファナに関してはまあご覧の通りの能力値になっているんですけど、センターバックとしてかなり強い能力値持っています。まあディフェンス系の能力値はですね、最強クラスとは言い難いかなと思いますが、スピード瞬発が最強クラスなんですよね。95、88ということで、ここまでねセンターバックでスピードがある選手はなかなかいないかなと思いますし、あとは空中戦の能力値、ヘディングは87なんですが、ジャンプだったりフィジカルコンタクトに関してはまあほぼほぼ完走ということになりますので、空中戦の能力値はかなり高いですね。でプレイスタイルが同じビルドアップの選手と比較していきたいと思います。まずはですねバランとファンダイクと比較していきたいと思いますが、やはりスピード瞬発がですねフォファナかなり高いなという印象で、ディフェンス系の能力値に関してはバランだったりファンダイクの方が高いという結果になりました。ただですね、やはりセンターバックとしてこのフォファナはコンワンが5というところが少しネックな部分であるのかなと思いますので、このガチスカで使うのであれば、まあ予備のセンターバックをね必ず必要になってくるかなと思いますので、まあ、そこら辺を考えるとバランだったりファンダイクでおいて、フォファナをね、好調以上の際にはこうガチスカで使うっていうパターンが一番いいんじゃないかなと。ということで続きましてアラバとデリフトと比較もしていきたいと思います。同じビルドアップなので今回はアラバ開けさせていただいておりますが、アラバに関してはセンターバックよりはね個人的にはサイドバックの方がいいかなと思いますので、ぜひね左で使っていただければと思うんですけど、まあプレイスタイルがビルドアップとして、まあパス系の能力者はそこまで高くないとなという印象です。まあアラバとデリフトと比べると見劣りはするかなと思いますが、まあ空中戦の能力ジャンプとフィジカルコンタクトかなり高いですね。ただデリフトに関してはヘディングに関しても90代後半に乗せていますので、この空中戦の能力の比較というところで見るとデリフトに軍配が上がっているかなと思います。ただディフェンス系の能力値に関してはまあほぼほぼ僅差ということになりましたね。ボール出しに関してはまあ完走というデリフトになっているんですけど、あまあやはりこのフォファナに関してはスピードがかなり高いという部分が、まあフォワード顔負けのスピードになっていますので、ぜひですねセンターバックでまあガチスカで使っていただければと思いますね。ということで今回第2位はムシアラとさせていただいております。まあスーパーサブのチャンスメーカーということで、同じですねスパサブのチャンスメーカーの選手と比較するよりかは使用感がねかなりいい選手になっているかなと思いますので、今回のムシアラゲットしていただければと思います。まあ、前回のムシアラとの比較、前回の若手の投票ガチャのね動画ご覧いただければと思いますけど、今回のムシアラに関しては決定力がかなり高くなっているんですよね。で後半から入れるとさらに爆上がりとなりますので、この得点能力だったりドリブル能力、スピード瞬発、ボディコン、まあここら辺に関してもかなり高いかなと思います。でフィジカルコンタクトも80代乗せているというところがかなりありがたいですね。ただまあライブアップで C 環境でコンワン4は痛い部分かなとは思いますが、ただまあスーパーサブの選手ですので、ぜひですねガチスカの後半から出していただければと思います。個人的にはセンターフォワードとかの起用も全然ありなのかなという得点能力になっているかなと思いますね。ということで堂々の第1位はもう説明する必要がないでしょう、ハーランドということで、ハーランドに関しても他の選手と比較するのがなんかハーランドに申し訳ないなっていう気持ちになりまして、まあ、スーパーサブでラインブレイカー、そして得点能力ほぼほぼ完走で、スピシュン、キック力、ジャンプ、フィジカルコンタクトもほぼほぼ完走ということになっています。スピードからこのフィジカルコンタクトってなんか GK 能力のような能力値になっていますよね。でここに加えてドリブル能力もかなり高いということで、まあ本当に言うことがないスーパーサブの選手になっているかなと思います。でコンワンが6というところもありがたい部分ですね。でスキル、まあ、スーパーサブ以外にはヘッダーだったりミドルも持っていますし、ライディングシュート、そしてワンタッチシュートも持っていますので、まあ過去最高クラスのセンターフォワード、まあフォワードの選手となっているでしょう。ぜひですね今回の若手の投票ガチャでゲットしていただければと思います。最後にチャンネル登録と高評価ぜひよろしくお願いします。ではまた次の動画もぜひご覧ください。では。